回は沖縄にやってきました。以前の動画の次回予告でタイの軍港の街を紹介するって言ったんですけど、タイの動画が続いてるので今回は日本の戦績について紹介しようと思います。沖縄といえば民間人を巻き込んだ地上戦が繰り広げられたところとして知られていて、沖縄戦の傷跡が今もあちこちに残ってるんですが、今回紹介するのは太平洋戦争の遺構、海の底に眠るアメリカ海軍の駆逐艦エモンズになります。今回エモンズを見るにあたり海の水深40メートル近くまで潜るんですが、参加条件としてダイビングライセンスを持った中級者から上級者のダイバーに限られています。ダイビングショップによって今まで潜った本数が50本以上からだったり、厳しいところだと100本以上からだったりと様々です。なぜそんな厳しい参加条件があるのかというと、今回潜る水深40メートル以上というのはダイビングの中では深い場所にあります。詳しい説明は省きますが、その深度を潜るにはそれなりのスキルと知識が必要で、それらが備わってないと人体や生命にまで危険が及ぶ水深になります。実は僕、ダイビングの中級者にあたるアドバンスドオープンウォーターダイバーのライセンスを持っているんですが、今まで潜った本数は20本程度で、しかも最後に潜った時からおよそ10年もブランクがあるので、知識や体の感覚も忘れてしまっています。そんな状態の中、ダイビングショップのアウリーダイブ沖縄さんにダメ元で相談したところ、プランを立てていただきました。プランは4日間で立ててもらって、まずはスキルを確認するチェックダイブをして、あとは体を慣らしながらケラマ諸島のポイントで綺麗な魚を見ながら普通にダイビングを楽しんで、3日目にガイドの方が僕に水深 40m に行けるだけのスキルが備わっているか判断するという形になりました。3日目にガイドさんに問題ないか判断してもらい、何も問題なければ4日目にエモンズに行けるプランだったんですが、感覚とスキルを身につけようと頑張ったんですが、ガイドさんからはエモンズへ潜る許可をいただけませんでした。ここで誤解されないように説明しますが、ガイドさんも僕がエモンズへ潜れるように一生懸命丁寧に指導してくれたんですが、僕の体が思うように感覚をつかんでくれないところに問題がありました。ガイドさんの説明によると、今のままだと中性浮力がしっかり取れていないので、そうなるとエモンズの船体に体やフィンをぶつけて大切な遺構を傷つけてしまう恐れがあるとのことでした。ガイドさんが言うには、スキルが身につくのにあと本当にもう少しとのことなので、沖縄の滞在を延長してエモンズ目指してスキルが身につくように翌日も潜ることにしました。次の日はスキルアップも含めて上級者のグループで潜り、ガイドさんにスキルを判断してもらったところ、エモンズに行くことを認めてもらいました。1940年11月14日、駆逐艦エモンズはアメリカ合衆国メイン州のバス鉄工所でグリーブス級駆逐艦として建造が開始され、1941年8月23日、アメリカ海軍のジョージ・フォスター・エモンズ少将の孫娘によって、艦名がエモンズと命名され進水しました。ジョージ・フォスター・エモンズは1828年にアメリカ海軍に入隊し、1838年から1842年までアメリカ合衆国探検遠征隊の一員として、太平洋とその周辺の陸地を探検、測量するなどの任務に従事しました。そして1867年から1868年までアメリカ海軍のスループ、オシピーの艦長を務め、1873年からは退役までの間、フィラデルフィア海軍工廠の司令官として指揮を執りました。グリーブス級駆逐艦の各艦の兵装は建造時期によって異なり、エモンズは主砲である38口径5インチ単装砲が4機、20ミリ機銃6機、12.7 ミリ機銃6機、21インチ5連装魚雷発射艦2機、
爆雷投射機6機、そして爆雷投下機上2機が搭載されました。駆逐艦エモンズは1941年12月5日に就役し、第二次世界大戦の大西洋や地中海、中南米の海域において主に戦艦や空母、輸送船団の護衛や哨戒任務につき、ノルマンディー上陸作戦ではドイツ軍の砲台や陣地に向けて艦砲射撃を実施し、火力支援をしました。1944年11月9日、ヨーロッパ戦線での任務を終えた駆逐艦エモンズはボストンに入港し、主砲である38口径5インチ単装砲1機、その他魚雷発射艦などが撤去され、新たにボフォース40ミリ連装機関砲や掃海具などの対機雷戦装備が搭載され、掃海駆逐艦へ転換されました。掃海駆逐艦への転換はエモンズだけでなく、同時期にその他23隻のグリーブス級駆逐艦が駆逐艦能力を維持しつつ、高甲板に掃海用装備を搭載し、掃海駆逐艦へ転換されました。掃海駆逐艦となったエモンズは大西洋での訓練、ハワイ諸島での演習の後、沖縄侵攻作戦に参加するためうるしい白地に入り、1945年3月19日、エモンズは沖縄へ向け出航しました。1945年3月26日、アメリカ軍は沖縄本島上陸に先立ち、慶良間諸島の座間味島などに上陸を開始し、艦隊の停泊地、水上基地の設置、沖縄本島上陸作戦の補給地とするため、慶良間諸島を確保しました。1945年4月1日、アメリカ軍は沖縄本島西海岸の読谷、嘉手納、北谷から上陸を開始し、日米両軍の間で民間人を巻き込んだ激しい地上戦が繰り広げられます。沖縄戦は6月23日の日本陸軍第32軍の牛島満司令官らの自決をもって組織的戦闘が終結したとされていますが、南西諸島守備軍代表が降伏文書に調印する9月7日まで、沖縄本島や本島以外の島々でも局地的に戦闘が続き、犠牲者はアメリカ側がおよそ1万2000人、日本側は軍人、民間人合わせておよそ20万人、またはそれ以上とも言われています。沖縄本島で激しい地上戦が繰り広げられる中、沖縄周辺海域では4月6日から6月22日までの間に、連合軍、特にアメリカ軍艦船に対する日本軍による大規模な特別攻撃、菊水作戦が実施されました。菊水とは南北朝時代に足利氏と当時の天皇、後醍醐天皇の建武政権との間で起こった合戦、湊川の戦いにおいて政権側が敗れることを知りながら天皇に忠義を尽くし、亡くなった武将楠木正成の家紋菊水紋に由来します。菊水作戦は菊水1号作戦から菊水10号作戦まで実施され、これらの作戦において日本海軍機940機、日本陸軍機は887機が特攻を実施し、日本海軍では2045名、日本陸軍では1022名が特攻により命を落としました。一方、連合軍の損害は駆逐艦16隻、その他輸送船や揚陸艦などの艦船20隻が沈没、空母や戦艦などを含む368隻の艦船が損傷し、アメリカ軍では4907名が犠牲となりました。アメリカ海軍はフィリピンの戦いで特攻により大きな損害を受けた経験をもとに、主力艦隊や輸送艦隊の離れた位置にレーダーを装備した艦艇を配置し、日本軍航空機、
特に特攻機に対する早期警戒体制を構築しました。沖縄戦ではアメリカ海軍の多くの駆逐艦がレーダーによって警戒にあたるレーダーピケット艦として任務に従事し、残波岬を中心として15カ所にレーダーピケット艦を配置し、沖縄周辺海域の警戒にあたりました。しかしレーダーピケット艦は主力艦隊を取り囲むように離れた位置で警戒に当たっていたことから、真っ先に特攻機の標的となり、レーダーピケット任務に当たっていたアメリカ海軍の多くの駆逐艦が特攻機により損傷、沈没しました。エモンズは4月1日の沖縄本島上陸作戦開始以前は沖縄周辺海域において機雷を除去する掃海任務に当たっていましたが、掃海任務が完了するとレーダーピケット任務に当たりました。1945年4月6日正午、日本海軍の特攻機215機、日本陸軍の特攻機82機が台湾と九州の各航空基地から飛び立ち、沖縄周辺海域に展開するアメリカ軍機動部隊へ特別攻撃を実施する菊水1号作戦が決行されました。15時32分、エモンズは同型艦のロットマンと共に伊江島北東海域を航行していたところ、突如特攻機が雲の中からロットマンめがけて急降下し、1機がロットマンの艦首に、もう1機が右舷付近に突入し、火災と浸水を引き起こしましたが、すぐに回復し、エモンズと共に次々にやってくる特攻機に対し対空砲火が展開されました。間もなくしてコルセアとヘルキャットが到着し、特攻機を迎撃しますが、17時32分、ついに1機目の特攻機がエモンズの艦尾に突入し、そのおよそ2分後には2機目が艦橋3階の操舵室に、3機目が艦橋2階の戦闘指揮所にほぼ同時に突入し、その後さらに4機目が3番砲塔付近の右舷側に、5機目が艦周舷側面に突入し、航行不能となったエモンズは伊江島に向かって漂流しました。伊江島では昭和18年から日本陸軍によって東洋一を誇る飛行場の建設が開始されましたが、アメリカ軍の沖縄侵攻が迫る昭和20年3月13日には飛行場は未完成のまま日本軍によって破壊され、アメリカ軍が4月16日に伊江島に上陸し、同月21日に島を占領するまで島には日本軍の陣地が構築され、守備隊が配置されていました。伊江島に向かって漂流するエモンズが日本軍の手に渡ることを避けたかったアメリカ軍は、エモンズを海没処分することを決定し、4月7日午前2時55分、戦後は海上自衛隊に貸与され、護衛艦朝風として運用された掃海駆逐艦エリソンの96発の5インチ砲の砲撃により海没処分されました。エモンズへの特攻により乗員60名が亡くなり、6日から翌7日にかけて続いた特攻では341名の日本兵が命を落とし、アメリカ軍ではエモンズを含む駆逐艦や輸送艦など6隻が沈没、その他空母ハンコックをはじめとする多数の艦艇が損傷し、466名が犠牲になりました。そして2000年9月、古宇利島北方の沖合で海底から頻繁に浮いてくる油や、漁の際に特定の場所で網が海底にある異物に引っかかることを不審に思った漁船が通報し、それを受けて海上保安庁が調査したところ、海底に沈むエモンズが発見されました。さらにエモンズの艦隊のそばにはエモンズに突入した特攻機5機のうちの1機のものとされるエンジンやランディングギアなど機体の残骸も発見され、日本陸軍の偵察機98式直接共同偵察機と特定されました。
当時の出撃記録から4月6日の特攻で98式直接共同偵察機を使用したのは立ち洗い陸軍飛行学校の教官や助教で編成された誠第36、37、38飛行隊だけであり、機体の残骸はそのうちの1機のものであることも分かりました。そして沖縄滞在8日目にしてようやくエモンズを見に行くわけですが、エモンズは沖縄本島北部にある氷島の沖合2キロほどの水深約40メートルのところに眠っています。氷島で有名な場所としてエメラルドグリーンの海の上にまっすぐ伸びる全長1960メートルの氷大橋と、恋愛パワースポットとして人気のあるハート型の岩、ハートロックがあります。エモンズへ潜るにあたっての注意点ですが、中には一部のダイバーが缶の中に入ったり船体に触れたりしてるそうなんですが、老朽化が進んでいて崩れる危険性があり、戦績や歴史に興味がある方ならわかると思いますが、日本兵がエモンズへの特攻により亡くなっていて、60人のアメリカ兵がエモンズと運命を共にし、エモンズは今はその方たちの墓標同然なので、むやみに触れたり派手なポーズをとって記念写真を撮ることは慎むのが好ましいです。小売漁港からおよそ15分、エモンズのポイントに着きました。まずはエントリーする前に海にお酒をまいて研修をし、手を合わせ戦没者を慰霊し挨拶をしてからエントリーします。ちなみに水深40メートルのダイビングではエアの残圧などの関係でエモンズを間近で見られる時間はおよそ10分とすごく短い時間しかいられないので、エモンズの全てを収めることはできませんでしたが、今も海に眠るエモンズの姿を皆さんにご覧いただければと思います。ここからは字幕のみでの紹介になります。
最後に今回利用したアウリーダイブ沖縄さんなんですが、もちろんエモンズへ案内してくれるんですが、動画の初めの方でも言ったように経験豊富な中級者から上級者のダイバーに限ります。しかしアウリーさんではそれ以外にライセンスを持っていない方でもダイビングが楽しめる体験ダイビングから、ファンダイビングでは主にケラマやマンザのポイントなどを案内してくれます。またドリフトもバンバンやっているので、スキルある方やスキルアップしたい方にもおすすめです。その他、初級のダイビングライセンス、オープンウォーターダイバーの講習や、僕が現在持っている中級にあたるライセンス、アドバンスドオープンウォーターダイバーの講習も行っています。あと、女性スタッフさんがいるので、女性の方も安心して利用できますし、優しく丁寧に教えてくれます。アウリーさんの詳細については、リンクを貼っておきますので、そちらからご確認ください。